はい、こんにちは、札幌占い美容師さやまかしの後藤です。はい、チューブ TV。 長さは伸ばしてるという、前髪とかは伸ばして、下はあまり決まってないんですよね。はい、で結構、お任せのお嬢さんです。なのでパーマと、カラーで、カラーは中の方にちょっと明るいの入れて、表面は今ぐらいです。それにパーマをかけていこうかなと思います。あ、そんな感じでやっていきます。はい、では今日やっていきます。はい、これからカットしてパーマしてカラーでインナーカットしてパーマしてカラーしていなから、これを2時間でやります。で、まずカットからしていくんですけど、モデルさんの髪質がもともとパーマかかんなそうですけど、なんかすごくいいのであんまり何もしなくてもいいのかなって感じはあるんですけど、まあ、そうもいかないでちょっと切ります。ちょっとなんかこう重めの毛先がちょっと重いラインのやつで、まあ、今もちょっとうまく重い感じで切ってはあるんですけど、ちょっとこっちの方を重めにしてウインナーカラーをちょっと前に、ちょっと表現したいなと思いますね。なんかあんまりこう軽くする感じイメージつかないので、ちょっと重めの方が可愛いかなと思うんで、そういうのを思います。で、あと前髪がもうちょいなんかバングが今ちょっと少ないから、もうちょい多くして若干少しワイドにして、なんかちょっとこう動きを出して、パーマで動き出していけたらいいかなと思うんで、前髪をちょっとワイドにします。やります。カットは10分ぐらい、はい、で、いつも見てもらってる方は分かると思うんですけど、この状態を軽く重く切るのにはすごく簡単な方法があって、まあ、自宅でね、これ見てる方で自宅でもできなくはないんですけど、自分の髪を切るときにこの頭の位置なんですよね、こういう状態で切るのか、上をこうちょっと向いてもらうのか、はい、下を向いて切るのかで全然変わるんですね。なので重くしたい場合は上を見てください、はい、で前髪の方をサイドを軽くしたい場合は下を向いてカットしてください。なので多分ご自分でセルフカットするときもそうなんですけど、ちょっと上を向いたら切りづらいと思うんですけど、手で止めたらそこで切っていけば切れるので、そういう感じでやっていただければいいかなと思います。なので今日は多めに切るんで、上45度モデルさんに見てもらって、すいません。でこの状態で、バックからもうこういう柔らかい髪なので、あまり綺麗にコーミングとか取る必要もなくて、柔らかくやってた方が絶対合うので、あえてコームはあんまり使いません。で、この状態でドライカットしていくんですけど、ちょっと上を見てもらって、でセンターから今2つに分けてます。そして、前に持ってきて前で切るんですけど、ちょっと切りますね。はい、でショーバルタンを使います。そして、このような感じで、あまり長さ切りたくないので切ります、ね、ちょっとこの状況にできません。で長さをこの時点で、ちょっと下ろします。でここで長さ調節しますね。で重くなったのが分かると思うんです。ここが長くなってますね今。はい、で左の方が今長いんで、もう一回ちょっと切ります。まずアンダーの長さを、確認して、アンダー同じぐらいなんで表面がちょっと長いんで、アンダーが合ってる場合は上向かないでこのまま調節すれば合うので、例えばここをですね、このパネルを縦に取るんですけど、ちょっと分かりやすいように解説しますね。このパネル自体をまっすぐ向いてもらった状態で、つながりがこうつながってるわけですよね、今切ったやつが。なので中のこっちの方がちょっとこう
短くなってる感じなんです、イメージ的には。上を向いてカットしてるんで前の方がこう長くなりますよね、普通に向いた時に。はい、で上、ちょっと待ってね、上向いてもらうとこれが上がりますから、で下ろすとこうなると。なので、少しこういう感じに、まあ、極端なことと切れてるんで、これを縦にですね、前にこう引き出すとつながりがこう見れるんですね。で今表面がなかったんでちょっと表面のところ削っていきます。そうやっていくとあの長さが合うんですね。はい、ちょっとこれをひっくり返した状態で、から最初に切るときだけちょっと上を向いてもらって、長さの設定をしていきます。前にちょっとこう引っ張って、この引っ張るときも、このバックのですね、耳から後ろの毛、ここですね、この襟足の毛をちょっとテンションかけて引っ張るようなイメージの方がいいと思います。で、ここはあんまりテンションかけない感じですね。そういうことによってこっちが短くなった方が表面がこう重くラインが残るんで、ちょっとこっちをテンションかけて引っ張るような感じですね、耳後ろの毛を。はい、なんで結構細かくこう切っていっても全くそれ細かく切れば切るほどつながりが悪くなっちゃうんで、シンプルに切った方が持ちがいいという感じが、いろんな切り方をやって思ったことなんですけど、で R シザーでカットしていきますね。だからこの一瞬でババッと切ってはいるんですが、結構細かく切っても全く意味がないっていうことが分かります。でバックに持ってきて、今度ですね、後ろのところを、このままですね、手を上から持ってきて、はい、ここをまっすぐになってるイメージで、つむじの位置をしっかり、イメージしてください。で一回こう指を押さえた方がいいですね、つむじのところに、ここですね。はい、こことここを結びますよ、まっすぐで直線で結びますよってイメージで、上から手を持ってきて、この部分をカットしていきます。でこれも別にこんな必要ないと思います。でこことここを今線でつないでますよってイメージで、はい、ここがぶれちゃうと左右の長さが変わってしまったりですね、あまり綺麗じゃなくなっちゃうので、はい、ちょっとボックス切りみたいな感じでバックをカットしていきますね。再度切っちゃうと結局さっき長く残しちゃったところを切ることになるので、で、こっちちょっと見えづらいかもしれないですけど、こういう感じで、こことここが結んでる状態で、この角を取っていきます。はい、同様に、こことこう直線で結んでる感じで。で、バック切れたので、サイドの方を、どっちかっていうと、このイメージ的には、こうなってる感じです。こうじゃなくて、ここが。その方がかっこいいんで、ちょっと重くなって、こう、まっすぐよりもちょっとこうなってる感じが、ちょっとパーマがかかりづらそうなんで、薬剤失敗しちゃうと2時間では終わんないかなと思います。で前髪を増やします。はい、アングルは、今すごく狭く撮ってるんで少しワイドにしたいんで目尻に設定します。目尻のとこで撮ったところ撮ったで、もともとカットしてあるところありますよね。少しこれ分かりますかね。こっからオーバーダイレクションさせます、こっち側に。でカットしていきますね。分かりますかね。ちょっと難しいかもしれないですけど、少しバングを増やして、後々ちょっとねサイドとつながる前髪にしていきたいので、ちょっとここは無理やりつなげていきます。はい、で結構細い髪の毛なので、あまりセニングとかこう毛先が細くなるものを使うとパーマの相性が悪くなるので、今日は、ブラントシザーのまずっ切るシザーだけでカットしていきます。
はい、今度ちょっと難しいんですけど、ここからグーって、ここはフォーム使うんですけど、徐々につながる感じで切っていきます。はい、それで前髪がちょっと、ワイドになったのが分かると思いますね、これだけで。少しまあ、こうまっすぐ取るよりも少し丸く取った方が柔らかい雰囲気になるので、はい、バンドをカットしてるんですけど、ちょっとあまり説明すると時間が足りなくなっちゃうので、この辺からは皆さん何回か見てお願いします。はい、どういう風に切ってるかはちょっと直接見ないとちょっと分かんないと思うので、はい、呼んでくれれば行くので、まあ皆さん必要だったようになります。はい、ちょっと丸くベースを取ってあげて、今前髪がつながってワイドになった感じです。ちょっと前髪が、あと上はそんなに段いらないかなと思うんですけど、この V ラインっていうカットなんですが、 V ラインは、ちょっとここの部分ですね、耳の付け根からこの辺をつないだ、この耳がついてる場所ですね。よくパンダの耳ではないです。この辺ピーマスの耳ですね。この位置を V ラインに取って、 V ライン取る理由としては、なんか動画で見てください。なんでちょっとこの V ラインで取ったのを、はい、この V ラインに取ったやつを反対側に持ってきます。で、つなげます。この字でつなげていきます。これだけですね。あとは余計なとこは段入れません。で、今度反対側の V ラインです。はい、ここですね。この V ラインです。この V ラインを取って、つなげていきます。もう一回今度こっちでやりますね。はい。で、まっすぐ、水平な状態。そこから、この字になっていって、上のを取っていきます。これだけです。これで表面の、ウェイトが若干上がりました。あまり余計なことはせずに、ごめんなさいね、何回も移動してますけど。で、そぎはあんまり入れなくてもいいかなと思うんで入れません。なんか大丈夫そうな気がする。そう、カットはこんな感じです。まあ後でまたちょっと調節はするんですけど、今カット終わって、そこからのパーマですね。はい、パーマ液浸透剤をつけていきます。ちょっとオリエンタルなカールを出していきたいなと思います。はい、ここにこれですね。はい、動画最後まで見ていただいてありがとうございます。今日は、パーマ結構ねかかりづらいモデルさんだったんですが、まあ、重く切ってパーマかけて、ニーケは結構しっかりめに置いたかなと思います。で、急ぐ中でも急いでいいポイントと急いでじゃダメなポイントっていうのがあると思うんで、
そのポイントを外さないで、2時間でカット、パーマ、インナーカラー、カラーですね。これを2時間でやってみました。はい、いろいろ細かい説明のところで、いろんな単語が、用語っていうか勝手に僕が作った造語なんですけど出てきたと思うんですが、わからない方は過去の動画を、ハイヤマカシ〇〇とか、例えばハイヤマカシ、例えばツイストバンドとか、なんかいろんな名前を組み合わせて検索していただければ YouTube で見ることができると思いますので、過去の動画を見ていただければと思います。はい、今日も、最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた、バイバーイ。